と言わせるフですよね。はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒に、こうもう本当にフルオープってうどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。令和の時代のスタートに合わせて新しいアプリを作りました。この度、カグラという名前のアプリを作り。 皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました。CGS や石井改革大学、生徒 DIY、それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています。詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますので、そちらの方からダウンロードしていただき、ぜひ様々な情報を集めていってください。登録をお待ちしています。 CJS をご覧の皆様、こんにちは神谷崇平です。本日もじっくり学ぶ当選教をお送りしていきたいと思います。講師は今田先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう当選教は残すことは、はい、わずかとなっていきましたけれども、うねはい、もう終盤はずっとくすときまさしげ特集ということで、<laughs> はい、えー、前回も地平町のね戦いなんかを見せていただきましたけれども、もう本当に、は、まあ 私漫画とかも読んでますし、はい、結構知ってるつもりなんですけれども、はい、あの何度もこれ言ってるんですが先生の図解だとどういう戦いだったかが非常によくわかるので、はいはい、これはまあ本当に動画にするのにですね非常に皆さんにも分かってもらいやすいんじゃないかなと思いながら見ておりますけれども今日もですね引き続き続お願いいいしたいと思います、はいえー、ま,まずは49章の「ま、術は業にあらずんばならず」。 ね、あとは50章51章と3つやっていきますがまず49章ですね、はい、でこの章はですね力と術というものの関係について説いているものなんです、はいまあ、それでは早速読んでみましょう「えー、石を打ちて衆を打つ者は力なり矢を放ちて羽を飲む者は術なり」 術はかえって力に勝るか、しかりといえども平術はわらじのごとし、その足剣にして着すべし、兄覇者の持ち得るところとなさん矢。ね、要するに投石により石のあ、敵の大軍を撃つためには力がなくてはならない。岩に矢を放って矢羽まで差し通すには 優れた創作の術が必要であるこのように術とは力に勝るものであるそうは言っても平術とは、えー、わらじのようなものであるわらじは謙虚な足にのみ着用すべきであるどうして足腰が弱く歩行できないものが用いて役に立つことがあろうかという、ねまあ、大変具体的な分かりやすい教えだと思います。はい 重い石を遠くへ飛ばそうとすればそれはまあ人が投げるにせよ投石器を用いるにせよですね、まあ、瞬時にある一点に力を集中しなければなりません、はい、まあ弱いね緩慢な力や弱々しい力では石は飛んでいきません、はいまあ、しかしそれ以上に重要なのが術です、うん、昔ですね、まあ、漢の時代の利口、えー、という弓の名人旧社の名人が 夜中に林の中を通ると草むらの中に虎が伏せているのを見つけたのでこれを言いました翌朝その場に行ってみると矢は岩に突き刺さっており深く羽の部分まで没していたというわけです、はい、でこれはまあ親鋭の神通力とでも言うべきまあ人並み外れた優れた術によるものであってですねまあ普通の人が力任せにやったところで到底できるものではありませんね まあこのように優れた術は一朝一夕にしてできるものではなく長い年月をかけて苦心し研究連磨してきたたまものですでこのように力は強そうですが力だけによらない術の方がまあかえって強い場合が少なくありません、はい、まあ戦においても右合の衆は弱く、うん 戦術に精通した、まあ、指揮官に率いられた軍は強いものなわけですね。はいまあ、ただし、術そのものが独立して用、まあ、をなすものでもないわけですで。そもそも術というのは力を最も効果的に発揮させるために始まって発達したものなわけですね。はい、でそれゆえ、術というのはそれを用いる人を得て、 初めて役に立つものなわけです。うん、はい。はい。まあ、そのことを述べているのが、この平術はわらじの如し以下の文章ですね。まあ、わらじはまあ、謙虚な足に着用して初めて役に立つものですね、えー。なぜならばね、わらじそのものが歩いたり走ったりするのではないわけです。はい、わらじを履く人は歩くからですね。うん、足腰が弱く歩行ができない人にはわらじは。 何の役にも立ちません、まあ、こういういこことを言ってるわけですね、まあ、これは戦力と兵術というものも全くそれと同じなんだよということです。うんえー、いかに優れた兵術を学んでも、まあ、これを活用する人の心や魂が賢明ではなく合憲でもなければ、まあ、その効果を上げることができないわけです。うん、ましたがって兵術を学ぶ者は単なる知識としてこれを学ぶのではなく 同時に兵術を用いるに足るだけの健全な心と体を培わなければなりません。兵、うん、術を学ぶ者は率先して基本となる自分自身を肉体的精神的に作り上げながら自分の軍勢の将兵らにも平素からそのように自らを修練させさらに訓練を重ねて いかなる行動にも応じられる基本基礎を徹底しておかなければなりません。こうしてこそですね、戦場に臨んでも、いかなる場合にも、組織化された戦力、はい、これを維持することができ、それが少ない勢力でも、大勢の敵を撃つことができるようになるということなんですね。はい、はい、ここで術と、力と術というものの関係につきましてですが、戦術的な観点から少しお話を。 この図はですね、えー、源義経が奇襲攻撃で、まあ、平家を倒した有名な一の谷の合戦ですね。で奇襲というのは戦いの時期場所戦法あるいは規模あれこれと工夫して敵の不意をつき速やかに戦勝を獲得する方法なわけです。で奇襲を成功させるにはやはりこちらの鬼との一句こちらが何をやろうとしているかを徹底して相手に し取得しななければなりません、はい、そして敵の裏を書いて敵の戦う意思を低下させるとともにそれに対する敵の対応をのいとまを与えない敵の対応する余地を与えないということが重要ですつまりこの1枚にしますこういうことが言えるわけ「奇襲」というのはチャンスを重視した戦い方です、はい、がそれには敵の体制が不備であるということが大前提となります。 敵の体制の不備というのは、間、まあえー、と気というのを昔、前に,前に説明しました。間、はい、と気でいうところの、ねえー、気なわけです。敵が不備だということは我々,我々にとっては気なわけです。うん、チャンスなわけですで。これを力と術の関係で捉えた場合、ま,あ、まさに奇襲というのはあー、術の方を主体とした戦い方ということなわけですね。これに対して、えー、力を。 主,主体とした戦い方を強、ね、襲と言います、はい、よく聞いたことがあろうと思いますね強襲、うん、上陸作戦なんて言う,言う通りですね、はい、まさに上陸作戦というのはほとんどの場合強襲じゃなきゃできないわけです、うん、そも、ね、そもの取得が困難ですから強襲、うん、ですこれ力が主体のものがを強襲と言いますまたですね力と術の相乗効果によるものを吸収っていうんですね えーまあ、戦術上はこの吸収が最も基本的な形態であると言えるわけですね。はい、以上がまあ第49章「術は業にあらずんならず」でした、うんはいで。続いてですね、はい、50章に入りましょう。当選挙第50章「意と言うと地に頼って頼らない」です。まあ、この章はですね威厳や勇猛さやさ知恵よりも さらに重要なものがあるぞということを、はい、お説いているんです、うんえ。少し長い文章ですけどね。まあ、早速う読んでみましょう。かして龍となり運をいたさんか。かしてトラとなり百十を恐れしめんか。かして虎となり妖怪をなさんか。龍となるものはいいなり、トラとなるものは言うなり。 狐となる者は知なり「意、えー、は久しからず」「有」はかけやすし「知」は実なしゆえに個人は「意に頼らず」「有」に頼らず」らず「知」に頼らざるなり、えー、どういうことかと言いますと「龍、はい」うん、と化してその勢いに乗じて雲を呼び雨を降らせようか「虎」と化して山野を駆け巡り 百獣を恐れさせようか。狐と化して木を捕らえ、人の知恵では理解できない不思議な現象を起こそうか。人を竜に変化させるものは胃である。人を虎に変化させるものは胃である。人を狐に変化させるものは地である。胃は永久に続くものではない。胃は欠けてしまいやすい。地は実体がない。 それゆえに昔の人は「意に頼らず」「有」に頼らず「知」に頼らなかったという、うん、まあちょっと長い教えですが「意、はい」と,と「有」と「ねこの3つはいずれもが統率するものが兵隊を指揮する上で重要なものでありますね。で多くの者はこれらを努力して学び身につけようとします。 というのはです、ね、これ自然に人を従わせるような勢いや、ねえー、人を恐れ、えー、敬わせるような力なわけですね。はい、で「いある人物は」は、まあえー、多くの兵隊たちを服させる、ね、屈服させる服従させる器です。で「ゆというものはね物事を恐れぬ心、ね、であります。 言うある人物は敵を打破する器です。知というものは物事を認識し判断する頭の働きです。知ある人物は謀略に長けたものです。ね、意も言うも知もこれらそれぞれが一つの力ではありますが、これらが全てではありません。より大事なものに気づかないものは最後には破れます。うん ではより大事なものは何かと言いますとそれは道です。道,はい、道とは徳です。統率者が唯一頼るべきものは道徳道心つまり部下や民衆と徳を同じくし心を同じくすることです。 ともに謙虚不屈の精神を培いともに困難を乗り越え一致団結して敵に当たるということです西郷隆盛の言葉にですねこのようなものがありますこと代償となく正道を踏み姿勢を押し一時の砂防を持ちうべからず人多くはことの差し支える時に えー、望み策略を用いて一旦その差し支えを通せば時義次第工夫のできるように思えども策略の患いきっと生じこと必ず破れるものぞ聖堂をもってこれを行えば目前には上になるようなれども先に行けば 成功は早きものなり、えー、要するに聖堂を踏み姿勢に徹するということが人にとって最も強い力になるのだということなんですね。はい以上が当選挙第50章「い」と「いう土地に頼って頼らないでした。うん 今回3つあるのでここに時間あまりかけれないんですけれども非常に僕としてはいいお話だなと思っていて今にかかるとお金の力だったりとか学歴だったりとかもちろんそれぞれ大事なんだけどもそれ一個一個を重ねきて何かをやっていこうと思うと失敗するぞとそれは人としての道というものが根本になければどんなに力があってもダメなんだということは今の現代の日本人みんなが学ばないといけないことじゃないかなと。 いうふうに感じました。はい、はい。で今日はもう一テーマありますので、でね、はい。続いて五十一章に入りましょう。はい、第五十一章天道に従うべからずです。えこの章はあらゆるものは天の道に従い天と共にあれということを説いています。読んでみましょう。とのせに向かわせ地の根をささしむるものは天道か。 北斗七星を背中の方向に向かわせ磁石を北の方向に刺し締めるものは天の道であろうか北斗七星は常に自らの背中の方向に向かって、まあ、つまり反時計回りで規則正しく旋回しています。その中心にある北極星は 真北に位置して動くことがありません北斗七星のみならず大宇宙に存在する幾億万の天体もまた北極星を中心にして整然と1秒たりとも止まることなく旋回し続けていますまた磁石は朝か暮れか昼か夜か 晴れか雨かにかかわらず必ず北の方向を指し永久にその方向を誤ることがありませんそれゆえ人々は闇夜の中や海の上でも方向を誤ることなく進むことができますこのように不動の北極星を中心に星座が規則正しく旋回し磁石が必ず北を指すという この大宇宙の法則は天地の初めより未来永劫まで変わることがありません。なぜならばこれらはいささかの錯誤もない天の道のなせる技だからです。このように生を受けた者はすべてこの天の道に従いいかなる困難に遭い迷うことがあっても進むべき方向を誤らず 一秒たりとも一緒に停滞することなく自制に乗って進み天命に応じて活動し自ら努力して成長し続けなければなりません兵法の目指すところもまたこの天の道と何ら変わるものではありませんそれを知ることこそが最も重要です戦いにおいて天の道に背くものは いつかは必ず破れ天の道に従う者はたとえ一時は破れるかに見えても最後には勝利に恵まれるそれは常にに天と共にあるからですそれゆえ戦は常に正義に基づき真心の命ずるところに従い真の鏡に照らして行わなければなりません。 以上が当選挙第51章天道にたがうべからずでした。 はい、本日はここまでといたします。ありがとうございます。はい、まあ三つの章をね、<っ>一気にやってしまいましたので<っ>非常に盛りだくさんでしたけれども、はい、まあこういったあ教えがですね、<っ>まあ当選句に書いてあるとどれもですね、何かこう現代の我々のまあ我々は戦はしてないですけれども、<っ>あのまあ仕事というかビジネスもまあある意味で戦いかもしれませんから、はい、そういったとこにこう皆さんの指針になるようなお話ではなかったかなというふうに思います。今日も,もありがとうございました。ありがとうございました。